あれは夢だったんだろうか。あの青年、どこからともなくふらりと迷い出たあの不老子のような謎の青年、あの人懐っこい憂いを含んだ微笑みや懐かしいあの顔は、もしかして本当に本物のエジプトの王子だったんじゃないだろうか。あれは遠い昔のこと。あの青年は私の自殺した私の弟だったのよ。あ、エジプトの王子様、王子様、エジプトの王子様、妻になるため隣国からいらした王女様に何かお言葉を。なんで私は国のため見知らぬ王子と結婚しなければならないのよ。それは王子様も同じこと。王子様、さあ王女様にお言葉を。はるばるとご苦労であった。ようこそこの国へ。嘘で固めたこの作り物の世界へ。過ぎた昔が惜しまれてならないわ。あの頃は綺麗なものは綺麗に見えたものだった。今は綺麗なものも汚く見えるわ。汚いものも綺麗に見えるってわけか。
静かで、別れが祝いで祝いが別れ、扉を開けて一つの部屋から別の部屋へ、運命、そして永遠と。